そしてオリックスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは決勝のホームラン、大城浩二選手です。まずはナイスバッティングでした。ありがとうございます。9回の一発ということになりました。今シーズン大城選手にとっての初ホームランとなりましたが、打った感触はいかがでしたか？もう打った瞬間完璧だなと思いました。同点で迎えた9回、今日途中出場でしたので第2打席ということに大城選手にとってはなったと思いますが、こう打席に入る前の心境というのはどうだったんでしょうか？いや、もう2アウトで後ろに正孝が控えてたんで、どうにか塁に出ようという、気持ちで打席に入りました。大城選手自身3試合ぶりのヒットが今シーズンの初ホームラン、そしてゲームを決める一発になりましたね。はい、良かったです。最後に今後に向けて、まだまだ熱心なファンが残り試合応援してくれると思います。メッセージをお願いできますか？残り試合も少ないですが、最後までチーム一丸となって戦っていくので、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。今日のヒーローは決勝ホームラン、大城浩二選手でした。